はい、皆さんこんにちは。英語科の小藤です。本日はレッスン10、Being Different is Beautiful のパート1の本文解説をしていきます。吉田凪さんというアフリカに魅せられたのか、ぜひね、読んでみてくださいね。それでは頑張っていきましょう。はい、それではレッスン10、Being Different is Beautiful を見ていきましょう。タイトルの Being different is beautiful ですが、Being different ってことは、違っていることだね。は、美しいとこだね。人と違うこと。ね、そういうことが素晴らしいってことだね。これは本文を見ていくと、このタイトルの意味が分かってくると思います。では、ファーストパラグラフから見ていきましょう。吉田凪 is a unique photographer。 吉田凪さん、ですね。ユニークってのは独特なとこですね。フォトグラファーは写真家ですね。で、この吉田凪さんについては、クラスルームの方にね、動画を貼っておきましたので、ちょっと見てみてくださいね。She often takes pictures in Africa and other places around the world。 はい、オフンね、加工しておきましょう。彼女はよく takes pictures、 写真を撮りますね。アフリカで。そして、other places、ですから、他の場所ですね。around the world ですからね。世界中のとこだね。彼女はよくアフリカや世界中の他の場所で写真を撮ります。はい、では、セカンドパラグラフです。吉田 became interested in African ethnic groups when she was 5 years old。 はい、まずこの when の前までね、スラッシュ入れましょう。で、became interested in。 be interested in はね、興味を持っているでしたが、これは became になると興味を持つってになります。ですので、何々に興味を持ったところだね。何に興味を持ったかというと、アフリカンエスニックグループス。アフリカンですから、アフリカのエスニックグループスのね、これは民族って意味です。吉田さんはアフリカの民族に興味を持ちました。 When she was 5 years old ですから、5歳の時だね。She happened to see the Maasai people, one of the ethnic groups in Africa, on TV。 happened to。 時刻です。これは偶然なんとかするって意味ですね。偶然とか、たまたま、なんとかするってことですね。happen to see だからね、偶然見たんですね。マサイピーポーですから、これはマサイ族ですね。で、この後に、カンマがありますね。これは、このマサイピーポーを説明しています。 one of the ethnic groups in Africa。アフリカの民族の一つですね。これを on TV、 テレビで見たんですね。She did not know why, but she became strongly attracted to the Maasai。 She did not know why ってことは、
なぜだか。わからなかったんですね。わからなかったが、She became strongly。福士さんが発行してきましたね。強くってことだね。アトラクト。アトラクトは引きつけるですね。ですから、何々に引きつけられたところだね。became attracted to ね。もちろん、ザ・マサイですからね。マサイ族ですね。なぜだか分かりませんでしたが、マサイ族に強く引きつけられました。 She even thought, I wish I were a member of their tribe。 はい、even は強調ですね。なんとかさえってことです。とさえ思ったとかね。で、思った内容なんですが、I wish I were。この言い方覚えておきましょうね。これは、いわゆる仮定法と言われる表現です。これは現実のことではないんですね。もしこうだったらなーっていう言い方ですね。ここが過去形になっているのが一つのポイントなんですね。過去の場合は、今こうならなーって意味になります。で、their tribe。トライブってのはね、種族ってことだね。their tribe ですからね、彼らの種族。つまりこれは、イコール、ザ・マサイのことだね。で、a member of は、何々のメンバー、つまり一員ってことね。ってことは、これは、よいしょ。マサイ族の一員だったら、いいのになぁと。ということです。もちろん、でも実際は、そうではないですよね。こういうふうに、現在の事実と反する言い方をね、するときね、使う言い方です。Soon after that, going to Africa became one of her dreams. Soon after that, ここですら知りますね。その後、Soon はすぐにとかね。間もなくとかね。Going to Africa。この going はね、動名詞ですね。アフリカに行くことですね。アフリカに行くことが became one of her dreams。 became はもちろん何とかになったんだね。で、 one of ですからね、彼女の夢の一つになりました。では、サードパラグラフです。 She stopped going to junior high school in second grade because she had trouble fitting in。 これまず because の前ですら知りましょう。stop going ですね。ってことは、これは行くのをやめたところね。to junior high school、 中学校ですね。in second grade ってことは2年生だね。2年生の時に中学校を通うのをね、やめました。Because、 その理由は、 She had trouble fitting in。 Had trouble、 ing 系ね。これは何とかするのに、トラブル、困難があるんだね。苦労するってことです。このフィットインって方ね。フィットってね、これは、こう、うまく合わせるとかね、合うことがフィットだよね。ですから、うまく、こ
こう合わせるとかね、調和するとか、馴染むとか、そういう意味だね。はい、まあ、馴染むのにね、苦労したんですね。ので中学校を行くのをやめてしまったんですね。まあ、うまくこう中学校生活にね、まあ、馴染めなかったんですね。 In fact, she was bullied in both elementary and junior high schools. はい、 In fact, これ事項ですね。はい、これ実際とこです。はい、 She was bullied. Bullied って言葉ですけど、これはですね、ちょっとやじしっぱいますね。原型はブーリーです。はい、これはいじめられてみたんだよね。ブーリーとは。ですから、was bullied。これで、いじめられたってことですね。はい。で、both and ありますから、これ両方ですね。つまり、elementary。小学校ですね。小学校と中学校の両方でってことですね。はい、実際彼女は小学校と中学校の両方でいじめられました。 After leaving school, she worked for several years and saved money. 学校をリーブで去るってことだけどね、まあこの場合は学校を辞めた後とかだね。 She worked for several years. Several years ですからね、数年間。 Worked ですからね、働いて。そして Saved money、 お金を貯めましたね。Her childhood dream came true in 2009 when she was 23 years old. 彼女の childhood dream というのは子供時代の夢ですね。は came true。 came true は実現するってことね。 came ですから実現したですね。した。In 2009年ですけど、発音するときはね、2009と発音しましょうね。つまり2000プラス9ということね。はい。で、2009年、そのときですね。これは、She was 23 years old。その2009年というのはね、23歳の時にとかね、彼女の子供時代の夢は2009年23歳の時に実現しました。 She finally visited Africa。 はい、 finally はついにとかだね。ついにアフリカを訪れました。本文内容は以上のようになります。はい、お疲れ様でした。ぜひね、クラスルームに貼っておいた動画を見てみてくださいね。あ、こんな人なんだ、というのはね、イメージがつきやすいと思いますのでね、ぜひご覧ください。それでは、また近いうちお会いしましょう。See you!